で、次は、NBDC、DBC レスにおける RDF の取り組みというセクションの中の RDF によるデータ統合という話になります。で、ちょっとこれ、統合の日の時に私がオーラルでプレゼンをしたんですけども、それをそのまま大体使っている感じなんですが、多分あれを聞いてた方が結構おられると思うので、ちょっとまあできるだけあまり被らないように短く終わらせたいと思います。で、まず生命科学、我々バイオのデータベースの技術開発をしている研究所なんですけども、まずその生命科学の分野っていうのはデータベースがすごいたくさんあるっていうのが問題になっていて、この数の数え方は多分いろいろあるんですけども、1万2万っていうような数字が出ています。で、ヌクレックアシッドリサーチっていうジャーナルがあるんですけども、その今年6月で1662本の、データベースがそこに記載されています。で、一応これ割と権威のある査読誌なので、そういうところでデータベースの論文として公開されているものだけでこれほどあります。またその NBDC っていうこの我々と一緒にやってる研究機関がありますけども、その NBDC が提供している、日本のデータベースのカタログがあるんですけども、これは、必ずしも論文になっているものとかではないものも入っていると思いますけども、そこに、1555ものデータベースがあります。で、あとそのデータベースの数だけじゃなくて、種類もすごくいろんな種類があるわけですね。バイオの場合は。ゲノムとか、タンパクとか、RNA とか、表現系とか、病気とか、薬とかも、テーマだけでものすごいあります。あと、ゲノムプロジェクトっていうのがデータをたくさん増やしている一つの理由ですけども、ゴールドというアメリカの、ゲノムプロジェクトを集めたデータベースには、今年の6月の段階で8万9000以上のそのゲノムプロジェクト、ほぼイコール生物種の数になると思いますけども、それだけの生物種のゲノムを読んでいるプロジェクトがあって、こういったものもからもデータベースが作られるわけですね。で、そういったものを、使うにあたってですね、やっぱり、ユーザーからすると数が多い点がまず問題になりますね。どこに何があるかよくわからない。あと、複数のデータベースを組み合わせて使いたいわけですね。ゲノムのデータも使いたいし、その生物がどういう表現系を出すのか、どういう病気になるのか、そんないろんなデータベースを組み合わせて使いたいんですけども、それぞれのデータベースが違うフォーマットを使っていたり、違う語彙を使っていたり、いうことで統合するっていうことはすごく難しいと。そういったものを何とかして解決したいっていうことで、我々が、セマンティックウェブ RDF を使えば、そういったことが、解決できるんではないかなというのが前提にあって、今、いろんな RDF を使ったデータベース技術開発っていうのをやってるわけです。でもこれちょっと繰り返しになりますけど、セマンティックウェブっていうのは RDF、アウルスパークルというようなコア技術を使って、計算機がデータを利用できるような世界を作るっていうような、運動なわけですね。で、なぜ RDF を生命科学に使うといいのかということですけども、まずいろんなフォーマットが今はバラバラにあるところが共通になるというところですね。で、あと、オントロジーみたいな共通語彙を使うからデータの意味が明確になりますね。それ今記述しているのが遺伝子なのか RNA なのかゲノムなのか表現系なのかっていうことが明確になります。で、あとこれはワールドワイドウェブコンソーシアムが、作っている標準ですので、比較的、安定して長い時間使える技術です。あと、国際的に使われているので国際連携とか外国で作られた RDF とも簡単に連携できるという良さがありますね。これは繰り返しになるので、飛ばしますが。で、そのバイオの世界でどんなふうに今普及してるかっていう話なんですけども、さっき、最初に紹介されたそのティム・バーナーズ・リーっていう人が、さっきのテッドトークは2009年かなんかだったと思うんですけど、一番最初に多分セマンティック・ウェブっていうのを、どっか論文、サイエンティフィックアメリカの記事かなんか書いたんでしたっけね。なんかとにかく提唱されたのが2001年ぐらいだそうです。で、これはもちろん一般的なセマンティックウェブなんですけども、の提唱だったんですけど、その後に2006年に、ここの皆さんバイオ系が多いというふうに前提でちょっとあまり深く説明しませんが、
まあ、ユニプロットという、まあ、今世界で一番大きなタンパク質のデータベースがありますけども、そのユニプロットっていうのが割と先駆けて RDF 化に取り組み出しました。で、2008年には、バイオツ RDF っていう、これも培養のデータベースのリンク情報を集めたデータベースなんですけども、が、始まっています。で、そのあたりから、我々の組織も RDF に注目をしだしたんですけども、その中から、PDBJ という、これも世界3局で作られているタンパク質の立体構造のデータベースがあるんですけども、その日本の PDB 施設が、RDF を出すようになりました。で、あと2014年ぐらいに、その EBI っていうアメリカの、イギリスにあるヨーロッパのバイオインフォマティクスの大きな研究所がありますけども、そこが、5つほどのですね、新しい、それまで彼らが普通のデータベースとして提供していたものを RDF でも提供してくれるようになりました。そこにはパスウェイの情報とか遺伝子発現の情報とか、バイオアッセイの情報とか、ですね、あとバイオサンプルの情報なんかがここに含まれています。で、その年の同じ年に、多分パブケムという、これも世界最大のアメリカの化学化合物のレポジトリデータベースがありますけども、それが RDF でも情報が得られるようになっています。で、メッシュっていう、そのパブメドに付けられている医学用語集も RDF になっています。で、これ我々の RDF の取り組みということを、説明するための、セッションの、時間なんですけども、RDF ポータルという日本の RDF を集めたポータルサイトっていうのが去年の後半に公開されました。あと、アンサンブルというゲノムデータベースも去年公開されています。で、ここから我々のやってきたことなんですけども、RDF っていうのは、まあ、今まで説明したのはいい点がたくさんありました。ですけども、 RDF を使っただけでそんなにすぐに統合が簡単にできるデータベースデータになるのかというと、そうでもなくて、まあ、例えばそのどの語彙を使うかとかですね、どの URI を使うかとか、どんなふうにモデル化するかとか、いろいろその自由度が高いわけですね。で、自由度が高いのはいいところもあるんですけども、みんなが自由に RDF を作っちゃったら、結局はバラバラのデータができるだけなので、それはもったいないということで、我々、ハッカソンイベントみたいなものを頻繁に行ってるんですけども、そういったところに来てくれているような人たちに、まあ、RDF を作るにあたって、守ってもらいたいような指針をガイドライン化して、提示してます。で、そこはそんなに厳しいことを言ってるわけではなくて、主なものをこう抜粋したんですけども、例えば RDF の仕様を守ってくださいとか、RDF のリソースにはタイプでオントロジーをつけてください。RDFS ラベルでラベルをつけてください。それから DC タームスアイデンティファイアで ID をつけてください。あと、バイオのデータベースはよく他のデータベースにクロスリファレンスという参照リファレンスをたくさん貼るんですけども、その時に identifiers.org というところが提供している URI を使ってくださいとか、あとデータセットにメタ情報をできるだけつけてください。それは例えばどの機関がどういうライセンスで作っていますとかいう、そういうタイプのメタ情報をつけてください。それから文献情報のリンクは PubMed か DOI をつけてください。あと、プロパティを新規に作った場合は、ドメインとかレンジ、主語に何を取って、目的語に何を取るのかというようなこともできるだけ定義してくださいみたいなことを書いていて、できる、まあ、こういうのを準拠していただくことで、相互に、統合して使えるようなデータになるように、なるのではないかと考えているわけです。で、まあ、これ、なぜこういうガイドラインを作ってきたかっていうのを少し解説しますけども、まず RDF の仕様を守るっていうのは当たり前のことなんですけども、まあ、個人的に実際いろんな RDF を、提供していただいて、感じたことなんですけども、特にその今まで RDF 扱ったことない方がやりがちな間違いとして、こんなことがあります。例えばリテラルを結構主語に書いてしまうとかですね、それから、オントロジーを例えばバイオポータルとかで検索してくるときに、検索キーワードで検索するとなんか出てくるんですけども、それが実はプロパティ、述語なのにもかかわらず、いいクラスがあったと思って、その目的語にそれを使ってしまうと。プロパティとして、定義されているものは、述語のところにしか置けないんですけども、それが、それを目的語のところに使ってしまうということを割とされてしまう。
あと適切なデータタイプがを使っていないとかっていうこともありますので、そういったところは、実はそのですね、オントロジーをプロパティの間違って目的語に使っても、それはどっちも URI なので、トリプルスターにロードはできたりしますし、RDF を変換するツールなんかでもそのまま通るんですね。だから、これは、人間が気をつけてないと、こういう間違いというのは見つけられないので、そういうところは守ってほしいというふうな、気持ちで RDF の仕様を守るというのがつけてます。あと、他のデータベースのクロスレファレンスに identifies.org の URI を使用するというのは違いますよ。それを使うというところは、これ、URI を ID に使うというところで、RDF はそこは良さなわけですね。URI はグローバルな ID なので、そこに関してはユニークな ID なので、矛盾は起きない利点はあるんですけども、残念ながら実際その提供されている、すでに提供、ウェブで提供されているデータベースっていうのは、同じものを指しているのに、複数の URI でアクセスできるケースがすごく多いんですね。で、大体、ブラウザで見てると、それリダイレクトされて、同じところに行くから、ブラウザで使ってる分にはいいんですけど、RDF の場合は、この文字列自体を ID として使うので、そこが1文字でも違うと違うものとして、普通は扱われるわけです。で、例えば、もう上の例はパブケムなんですけども、パブケムでこの2153という化合物を、ヒットするのは、上の2つはパブケムが提供しているものですし、identifier.org にもあります。で、下はユニプロットなんですけど、ユニプロットも、2つある。彼らが2つ提供していて、identifies.org にもあります。で、もっと多いケースもあるんですね。1つの何かバイオのエントリーに行くのに、もう7つ8つのなんか歴史的な事情でいろんな URI が作られていて、全部リダイレクトされて同じところに行くと。で、そのどれをユーザーが使うのかっていうのは、もうバラバラに作ってるとわからないので、もうとにかくその全部 identifies.org の ID を使ってくださいっていうのが、ガイドラインに書かれていることです。ただこの identifies.org に全てのデータベースがあるわけではない問題とかもあるので、別にこれで万事解決するわけではないですけども、主要なものに限ってはこれあるので、ある場合はこれを使ってくださいということになりますね。あと、さっきも出てきましたけど、こういう、有名な一般的なオントロジーからオントロジーに語彙がある場合はそれを使ってくださいとなります。あと、ここで書いたのは、その DBCLS と NBDC の RDF への取り組みという話でしたので、このセマンティックウェブのレイヤーケーキという、ネットで見たことある方がおられるかもしれませんけど、こういったそのセマンティックウェブのいろんな技術仕様ですね、が、こういうその、何が何に依存しているかみたいな形を図示したレイヤーケーキという図がありますけども、そのそれぞれに対して、我々はそのバイオのデータベースを統合するという立場からいろんな技術開発をしています。で、今日、紹介しようとしているのは、この一番 RDF の層に当たるとこに、RDF ポータルっていうのがありますけども、それは、今ここで紹介しようと思っていますし、多分他の方の、講義の中で、他の、RDF 関連の技術、我々が開発する技術が紹介されることと思います。で、今ここではその RDF ポータルという部分の説明をします。で、RDF ポータルは日本で作られた RDF を集めたポータルサイトになります。で、なぜそれが必要だったのかという話なんですけども、まず、まだその日本で作られたバイオの RDF がどこにあるのかっていうのを探すのは結構難しくて、一覧が欲しいっていう声がありました。それから RDF ファイルだけあっても、ちょっと特にまだ慣れて、バイオの人は RDF 慣れてる人はそんなにいないので、それだけあってもちょっと使いこなすのが難しいから、他の情報がつけてほしい。それから、RDF 使うときには、普通はなんかトリプルストアにロードしないと検索もかけられないんですけども、初心者が最初から自前でちょっと試すのにエンドポイントまで立ててやるっていうのは、結構敷居が高くなっちゃうので、エンドポイントも提供してほしいみたいなことがあったので、これらの、リクエストに応えるために、NBDC の方でこの RDF ポータルという、ポータルサイトを、作りました。で、ここの特徴としては、先ほどその紹介した DBCLS で作っているガイドライン、RDF のガイドラインに準拠しているかどうかっていうことを、レビューしてさせていただいて、それある程度クリアしたものを、ここに載せてます。
ですので、その例えば RDF の仕様が守れていないとか、そういった変なデータは入らないようになっています。で、まず一覧したいというリクエストに応えるために、データセットの一覧が閲覧できるようになっています。で、それぞれのデータベースに関しては、こういったちょっと長いのでちっちゃくなっちゃってますけど、エントリーが提供してあって、これは、DBCLS の、で開発している FX っていう遺伝子発現のデータベースのサンプルですけども、こういったデータベースのエントリーの中に、一番上のセクションには、まずデータセット自体のメタデータですね。データ、誰が作ったか、どこで作ったか、データベースのバージョン、ライセンスなどなどの情報が一番上のセクションに書いてあって、かつ、RDF データをそのまま欲しいっていう人は、ここにリンクも貼ってあるので、ここからダウンロードできます。で、次のセクションには、この RDF データから外の RDF データにリンクがされている場合には、どのデータセットにいくつのデータが、リンクが貼られているかっていうような統計情報が書かれています。で、次のセクションには、この RDF 自体の統計情報ですね。トリプルが何種類あるか。それからオントロジーを使っている場合は、そのオントロジーのクラスごとにいくつのリソースがあるか。例えば、遺伝子っていうクラスには、に関しては何千万の、リソースが入っていますとか、そういった統計情報がここに記述されています。で、RDF のデータってなんか目で見えない、エンドポイントに入った場合に目で見えないですよね。で、そのどういうデータセットなのかっていうことを全く知らないときには、結構その取っかかりがないと結構厳しいんですけども、ここを見るとどういうオントロジーが使われているかっていうことで、データの種類がなんとなく分かりますよね。分かりますし、そのサイズの規模感、どのタイプのデータが多いのかっていうところがここで分かるので、ここでざっくりとしたデータセットの感触がつかめるようになっています。で、その下にですね、その RDF ってそのもともと機械が読むための、コンピューターにとってデータ処理しやすいためのフォーマットっていうところから始まっているので、人間にとって別に使いやすい、読みやすいわけではないですよね。だけど、クエリーを書くときとかには、その構造が分かってないと結構クエリー書けないので、その下にそのデータセットの、モデル、どういうモデルでこの RDF が作られているのかっていうスキーマの図がここに書かれているので、これを見ながらクエリを書くとだいぶ助けになると思います。で、その最後にそのエンドポイントを提供しているんですけども、いきなりそのスパークルを、知らないデータセットのスパークルを書くっていうのは相当敷居が高いので、いくつかサンプルの RDF を、スパークルを提供しています。で、もう全く初心者の方だったら、これボタンをポンポンと押していただくと、ここで提供されているサンプルのクエリが投げられて、結果を閲覧することができます。で、ちょっとそこで、慣れてきたら、例えばこのサンプルクエリの一部を自分の調べたいことに置き換えて、自分のクエリを作っていくっていうこともできますし、全くスクラッチから自分のクエリを書くっていうことも当然できるようになっていますので、自分でダウンロードして、なんかトリプルストアにロードしなくても検索ができるというふうになっています。で、これ現在の、データセット数なんですけども、これはウェブ上でその都度その都度更新している情報になりますけども、大体こんな感じになっていまして、かなりいろいろなデータベースが RDF 化されてここに含まれています。で、トリプルの数でも、確か、100億を超えるぐらいのトリプルが入っている、現在入っています。で、登録公開利用の流れはこういう感じで、NBDC さんの方にデータを提供していただければ、そこで、レビューしますので、何か問題があれば修正を依頼をかけて、それをクリアしたら、ポータルサイトに登録されます。で、それはユーザーは何の別に条件もなくダウンロードもできますし、スパークル検索もかけれるようになっております。